静岡県校長広報課発行声の県民だより令和3年2021年7月号をお届けいたします声の県民だよりお聞きの皆様こんにちはいかがお過ごしでしょうかそれでは今回の内容をご紹介してまいりましょう1番東京時代から静岡時代へ2番健康長寿自立支援プロジェクトファルマモデルルーム自立のための散歩の住まい 3番「ウェブ県民だより」4番「ジェンダー平等を実現しよう」5番「リニア中央新幹線静岡航空」6番「未来につなぐ静岡の自然」7番「新型コロナウイルス感染症について」8番「富士の国生き生きライフ」9番「地産地消レシピ」10番「今月のプレゼント」11番「みんなの広場」 12番「お役立ち情報」13番「静岡県視覚障害者情報支援センター新館案内」14番「情報広場」以上の順にご案内してまいりますこの「声の県民だより」の内容に関するお問い合わせは電話番へどうぞそれでは最後までどうぞごゆっくりとお聴きください はじめは東京時代から静岡時代へをお伝えいたします静岡県知事川勝平太コロナ禍の知事選挙で私はリニアから命の水と南アルプスの自然環境を守るを公約の一つに掲げて当選しましたこの公約を実現するため引き続き自治職を担ってまいりますよろしくお願い申し上げます当選直後の東京2020オリンピック聖火リレーでは 聖火ランナー、ボランティア、関係者の見事なチームワークで、県内各地に感動を巻き起こしながら、希望の日をつなぎました。皆様のご協力に心から感謝しております。新型コロナウイルス感染症克服の切り札は、ワクチン接種です。政府は今年11月頃を目途に、希望者の接種を終えたいと宣言。そのスケジュールに合わせて、私が陣頭式を取り、進めていきます。 コロナ禍を土砂降りの雨に例えれば、雨が上がると虹が立ちます。昨年移住希望地ランキングで全世代において静岡県が第1位に選ばれました。SDGs のモデル県を目指し、東京時代から静岡時代への虹の架け橋を共に渡りましょう。21世紀は生命と環境の世紀です。生命を輝かせる健康、ヘルスと豊かさ、 ウェルスの両立を図ります。命を守る医療体制を強化し、医薬品、医療機器生産金額10年連続日本一の本県の健康産業を主導部門に押し上げます。健康増進のために、スポーツ医学、社会健康医学を推進し、第一次産業、農林水産のルネサンスを目指し、青い、真追、茶追パークなどで科学的知見を踏まえた産業化を図り、 ラグビー、野球、サイクリングなどを軸に、スポーツ立憲を目指します。環境政策も市場の拡大につなげます。個人消費で幸福を実感できる経済政策。富士のミクスで、倍静岡から倍富士の国、さらに倍山の国に拡大し、広域経済圏を作ります。山の国、静岡、山梨、長野、新潟は絶景空間。 ススーパーーーパランンドスケープリージョンです環境に優しいゼロエミッションを目標に、東部ではトヨタのマウント富士未来都市を核とする地域づくり、西部ではヤラマイカ、遠州人総出のレイクハマナ未来都市づくりを目指します。自然の多様性を重んじ、多文化が共生する静岡時代の建設のため、皆様のご支援、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。 以上です。7月16日金曜日から、静岡熊本線 FDA 就航。富士山静岡空港午後3時50分出発、阿蘇熊本空港午後5時半到着。阿蘇熊本空港午後6時10分出発、富士山静岡空港午後7時35分到着です。熊本まで100分、静岡と熊本がぐっと近くなります。 なお、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、空港や飛行機を利用する際は、マスクの着用や手指消毒、ソーシャルディスタンスの確保をお願いいたします。詳しくは、県空港振興課、電話054-221-2777番、ファックスは054-221-2159番へどうぞ。インターネット版県民だよりのご案内。 パソコンでは静岡県民だよりで検索してください。音声による声の県民だよりもあります。また、墨地盤県民だより一面の左下にある QR コードからもアクセスできます。携帯電話用とスマートフォン用の2つのコードがあります。令和3年6月1日現在の県の推計人口をお伝えいたします。総数3615,430人、前月比。 1855人現世帯数1487,984世帯前月比205世帯増なおお伝えしましたのは令和2年10月1日現在の国勢調査人口速報値を基準とした推計人口です今後公表予定の国勢調査人口確定値により変更が生じる可能性があります以上 東京時代から静岡時代へでした。次は健康長寿自立支援プロジェクトファルマモデルルーム自立のための散歩の住まいをお伝えいたします。県東部地域を中心に産学、官、金が連携し医療健康関連産業の振興と集積を目指すファルマバレープロジェクトその一環として 超高齢社会の課題に対応すべく、健康長寿、自立支援プロジェクトを展開、20年先を見据えた高齢者の理想の住環境を提案するファルマモデルルーム、自立のための散歩の住まいをファルマバレーセンターに開設しました。超高齢社会の課題、4人に1人が65歳以上となった日本、本県も例外なく高齢化が加速しています。健康寿命を超え、 平均寿命までの自立困難なおよそ10年間をどのように過ごすのか、私たちは大きな課題に直面しています。健康長寿自立支援プロジェクトとは、高齢者が個人として尊重され、自分らしく暮らしていける社会の実現を目指すプロジェクトです。その取り組みの一つとして、民間企業と連携し、人生100年時代における高齢者のための住まいのあり方を示すモデルルームを開設。 可能な限り自立して暮らすことができる理想の住環境を追求しています。健康長寿自立支援プロジェクトで、老化減少予測予防、医療介入支援、補助器具紹介開発、人生100年時代の住宅整備へ、自立のための散歩の住まい、4つの特徴です。特徴1、散歩から考える。 ベッドからシャワー、トイレや洗面台まで3歩の範囲で身の回りのことができる高齢者の移動の負担を軽減した空間設計です。生活補助天井レール。医療介護に必要な道具箱の運搬や起き上がり補助具などに使える機能的なレールを天井に設置。空間設計。造船をシンプルにし快適な空間を実現。 無理のない移動で自立して日常生活を送ることができる間取り。特徴に、医療介護部屋、感染症対策。日常生活の中で手が触れるところを安心して使えるよう、新しい時代のスタンダードとなる素材を開発し、採用しています。床、壁、洗面台素材。抗菌、抗ウイルス、消臭、抗アレルギー物質の4つの機能を持つ新素材を採用。 床には点灯時の衝撃吸収機能も付加。特徴3、ロボット化、AI 化。高齢者の歩行をサポートするロボット、立ち上がりを支援する電動ベッド、アプリと連動する見守り機能が搭載されたトイレなど、ロボットや AI を活用し、無理のない移動、行動、そして安全・安心な生活を支援します。高機能ベッド。 寝姿勢から立ち上がり姿勢まで、4段階に変形する介護用電動ベッド。歩行トレーニングロボット。ハンドルを押す力を AI が解析。最適な運動負荷による歩行トレーニングが可能。特徴4、家族・社会との絆。家族や知人と離れて暮らしていても、会話ができるつながりを実現し、外の世界とのコミュニケーションを持ち続けます。 高機能ディスプレイ。透明になるディスプレイにより、外の景色も取り入れながら、インターネットを通じ、家族との連絡や遠隔診療も可能。以上、自立のための散歩の住まい4つの特徴をお伝えいたしました。ファルマバレーセンター、センター長、上田勝則このモデルルームは、20年後の高齢者の住まいを皆様と一緒に考えるための共同研究室です。 これまで見学した方からは、転倒を防ぐ機能の開発や良質な睡眠につながる機器や設備が必要といったご意見をいただいています。今後も多くの方々に見ていただき、協力して新たな機能、製品、サービスのアイデアを生み出す場としたいと考えています。ぜひお越しください。見学希望者はファルマバレーセンターまで。ファルマバレープロジェクト中核支援機関。 ファルマバレーセンター内、ファルマモデルルーム。所在地は、寸東郡長泉町下長久保、1002-1。見学可能日は平日の1、午前10時から2、午後1時から3、午後3時からです。所要時間はおよそ1時間。都合により短縮ができます。定員は各会10人、無料です。動画でもモデルルームをご覧いただけます。 住まいづくりの参考に。詳しくは、墨地版県民だより2面に掲載されている QR コードへどうぞ。見学のお申し込みとお問い合わせ先、電話055-980-6333番です。この項目に関するお問い合わせは、県新産業集積課、電話054-221-3646番、ファックス054-221-3615番です。以上、 健康長寿自立支援プロジェクトファルマモデルルーム自立のための散歩の住まいをお伝えいたしました。続いて、ウェブ県民だよりです。紙面にない情報もインターネットでお届けいたします。祝有効提携10周年今年は静岡モンゴル年2021 10周年の歩み、ちょっと意外な豆知識、イベント情報など楽しいモンゴル情報が盛りだくさん。海外からの旬なお便り。今月は県韓国駐在院事務所の高橋所長からの登山が大好きな韓国人です。墨地版県民だより2面の左下にはそれぞれの記事への QR コードが掲載されています。以上、Web 県民だよりでした。 代わって、ジェンダー平等を実現しようをお伝えいたします。誰もが幸せを実感できる社会を目指して、男は仕事、女は家事、育児といった固定的な性別役割分担意識がジェンダーの不平等や差別を生んでいます。性別に関わりなく、個性や能力が尊重され、誰もが自分らしく生きられる社会を作っていきましょう。こんなに少ない。 男性の家事育児時間小さな子供を持つ家庭で妻、夫の1日あたりの家事育児時間を比べてみると日本の夫の家事育児時間は欧米に比べてかなり短くなっています家庭内における家事育児の負担が女性に偏っている状況では地域や職場で女性が活躍することは難しくなります6歳未満の子供を持つ妻、夫の 一日あたりの家事・育児時間です。日本、妻454分、夫83分。イギリス、妻369分、夫166分。アメリカ、妻340分、夫190分。スウェーデン、妻329分、夫201分です。出典平成28年、社会生活基本調査。 総務省統計局。第3次男女共同参画基本計画。令和3年2月策定。1、男女共同参画社会の実現に向けた意識の変革と教育の推進。2、安全安心に暮らせる社会の実現。3、職場、家庭、地域における固定的性別役割分担からの脱却。4、政策、 方針決定過程の場や、あらゆる職域への女性の参画拡大。こんな静岡県に。ジェンダー平等の意識が定着し、多様な生き方やライフスタイルを選択できる。お互いの人権を尊重し、健康で安心して生活できる。子育てや介護をしながら働き続けられ、地域社会においても活躍できる。 性別に関わりなく、自分の個性や能力を発揮でき、成果を認め合うことができる。令和7年度までの5年間で取り組みを進め、ジェンダー平等の意識が定着し、誰もが幸せを実感できる社会の実現を目指します。特に、リプロダクティブヘルス、ライツの視点に立ち、生涯を通じた女性の健康保持増進を進めます。 最初の一歩は言葉の理解から。ジェンダー。社会的、文化的に形成された性別。生まれついての生物学的な性別ではなく、社会によって作り上げられた、社会通念や慣習にある男性像、女性像のこと。男女共同参画。男女が性別に関わりなく、個性と能力を発揮する機会が十分に確保され、 社会の対等な構成員として、自らの意思により、職場、学校、地域など、社会のあらゆる分野における活動に参画し、共に責任を担うこと。リプロダクティブヘルス、ライツ。生と生殖に関する健康と権利。リプロダクティブヘルスは、生や出産に関わるすべてにおいて、身体的、精神的、社会的に、本人の意思が尊重され、自分らしく生きられること。 リプロダクティブライツは自分の体に関することを自分自身で決められる権利のこと。あなたも産休パパに。産休パパとは子供が生まれてから2ヶ月以内に半日または1日以上の休暇を取得し、家事や育児に積極的に関わるパパのこと。県は家事も育児もシェアして幸せをテーマに、静岡県版死手帳産休パパになろう幸せブック を作成。夫婦で家事や育児をシェアし、みんなで関わる子育てを応援しています。早速、幸せブックを手に取って、嬉しいことも大変なこともシェアしていきませんか幸せブックおすすめポイント。パパとママがお互いの気持ちをシェアできるようにメッセージ欄を設けています。利用したパパの声。幸せブック役立ってます。 子供の成長時期にあったアドバイスが分かりやすくまとめられていて参考になった。子供の育て方だけでなく、妻との接し方について書かれているのも良かった。幸せブックは各市町の母子保健担当窓口で配布しているほか、墨地版県民だより3面掲載の QR コードでも見られます。お問い合わせは、県子ども未来課電話054-221-2037番。 ファックス零0 5 4 2 2 1 3 5 2 1番へどうぞ。男女共同参画会議委員募集中。男女共同参画推進に関する施策を審議する委員を募集しています。募集期間は7月31日土曜日までです。お問い合わせは県男女共同参画課電話054-221-3122番。 FAX054-221-2941 番へどうぞ。以上、ジェンダー平等を実現しようをお伝えいたしました。今度は、リニア中央新幹線静岡航空についてお伝えいたします。県に寄せられた意見の状況、わかりやすい情報発信に取り組みます。肯定的意見ント。 否定的意見40%。リニア中央新幹線静岡航空に関する県の対応について、県内外の皆様から多くのご意見などをいただいています。令和2年度に寄せられた1707件のうち、県の対応に肯定的なものが54%、否定的なものが40%、その他が6%でした。 居住地別に見ると、肯定的なものが、県内では72%を占め、県外では57%と、県外からも多くの肯定的な意見をいただきました。全体、肯定的54%、否定的40%、その他6%。居住地別、県内、肯定的72%、否定的22%、その他6%。県外、 肯定的57%、否定的38%、その他5%、居住地不明、肯定的39%、否定的55%、その他6%、以上です。ウェブサイトをリニューアル。一方で、国益を損ねている、県の主張が理解できない、など、否定的なご意見もいただきましたので、 多くの皆様に県の対応への理解を深めていただけるよう、ウェブサイトをリニューアルしました。県が懸念する大井川の水資源や南アルプスの生態系への影響などをわかりやすく説明しているほか、よくある質問として寄せられた意見に対する県の考え方を回答しています。ぜひご覧ください。今後もわかりやすい情報発信に取り組みます。出前講座開催します。 県の対応について県職員が直接ご説明します。話を聞きたいというご要望がございましたら、まずは電話か E メールで次の問い合わせ先にご相談ください。ご要望の状況により、開催場所や人数などに一定の条件をつけさせていただく場合があります。県民だよりでは、リニア中央新幹線整備に関する県の対応などを連載でお伝えします。お問い合わせは県環境局。 電話054-221-2421番、フ FAX054-221-2940 番、E-mail アドレスは chuoshinkansen.pref.shizuoka.lg.jp です。以上、リニア中央新幹線静岡航空についてお伝えいたしました。 次は未来につなぐ静岡の自然をお伝えいたします世界に誇る南アルプス富士山多彩で豊かな自然に恵まれた静岡県南アルプスはユネスコエコパーク富士山は世界文化遺産に登録されるなど国際的にも静岡県の自然の価値が認められていますかけがえのない自然環境を後世に継承するためまずはその価値を知り できることから行動を始めましょう。南アルプスの動植物。南限を生きる命。3000メートル級の高い山々が連なり、豊かな自然と美しい自然景観を持つ南アルプス。そこには、氷河期に分布を広げた動植物が生き残っており、世界の分布の南限にあたる種も多く暮らしています。生物多様性の観点からも重要な地域です。 それでは、南アルプスの動植物をご紹介していきます。高ネマンテマ。トークスなどにより、県内の個体数は50個体未満と激減している。高校生が種子増殖に取り組んでいます。コハクラン。個体数が極めて少なく、図鑑にも掲載されないほど希少な植物。近年、南アルプスでも生育が確認された。 小日菜林道。秋に咲く他の林道と異なり、雪解け時期に咲く、実物を見ることはかなり難しい。雷鳥。国の特別天然記念物。標高およそ2800メートル以上のハイマツ林帯や岩石帯に生息。蝶ノスケウ岩場に群生し、白と黄色の美しい花を咲かせる。 氷河とともに分布を広げた代表的な植物日本自家からお花畑を守る。南アルプスでは日本自家による食害により、鉱山植物がまとまって咲く場所、お花畑が危険にさらされています。1990年代末頃から減少し始めたお花畑を守るために、県は国、市町やボランティア団体などと連携し、南アルプス各地で、 防録柵の設置を行ってきました。その成果が少しずつ現れ、近年では柵の内側に美しいお花畑を見ることができます。日本地下による植害と防録柵。標高およそ二千三百メートルにある肘裏では、1 9八十年代までは咲き誇っていたお花畑が、植害により二千年代には大きく衰退してしまったが、柵の設置により現在では回復している。 南アルプスを守るお話県職員がユーチューバーとなって南アルプスの大自然を伝えます隅地盤県民だより7月号4面に QR コードが掲載されていますお問い合わせは県自然保護課電話054-221-2963番 FAX054-221-3278 番へどうぞ富士山の自然環境美しい姿を後世へ 日本のシンボル、富士山の普遍的価値を未来に残すため、自然を守っていきましょう。外来種防除マット、ブラシ。靴底などについた外来植物の種子が侵入しないよう、富士宮口、しり口の登山道入り口、富士宮口のバス駐車場に設置し、富士山の自然を守っています。富士山ネットワーク。富士山検証の理念に基づき、 富士山の環境保全に取り組んでいます。富士山を愛する皆様の入会をお待ちしています。富士山検証とは、富士山を国民の財産として後世に継承するため、静岡県、山梨県が制定した検証です。お問い合わせは、県自然保護課、電話054-221-3498番、FAX054-221-3278 番へどうぞ。 富士登山の際はコロナ対策をしっかりと。登山マナーを守りましょう。登山者の皆さんが守るべきことを、ウィズコロナ時代の新しい富士登山マナーとしてまとめました。登山前の準備。1、発熱症状があるときは登山を行わない。平熱比プラス1度以上、37.5度以上。息苦しい、咳がある、だるいなど。 2. なるべく住居を共にしている人と少人数で登山。3. 混雑する日や時間帯を避ける。4. 山小屋は必ず事前に予約。5. 宿泊を伴わないご来光目的の夜間登山は行わない。6. 最新情報をよく確認し、安全に配慮した余裕のある登山計画を立てる。7. 感染対策グッズを準備。 マスクや手ぬぐいなど、ヘッドライト、携帯用の手指消毒剤。エチケット袋など密閉式保存袋。登山中のマナー。8. 同行者以外の人とはソーシャルディスタンスを確保。9. 必要に応じてマスクや手ぬぐいなどで鼻と口を覆う。0. 登山道の渋滞時には交互棘山に協力を。 11、呼吸を荒げないよう無理のない自分のペースを維持。12、同行者以外との物品の共有、杭やロープへの接触は避ける。13、トイレや売店を利用した後は必ず手指消毒。14、ゴミや吐物は密閉式の袋に入れて持ち帰る。15、体調不良時などは速やかに登山を中止して下山。 検温、体調チェックを実施しています。各登山口や毎回帰省への乗り換え駐車場などで検温、体調チェックを実施しています。体調が万全でない方は登山を行わないでください。事前準備の徹底を。感染防止対策を行いながらの避難救助は非常に困難であり、大幅に時間を要します。装備などの事前準備を十分に行った上で登山に臨んでください。お問い合わせは、県富士山世界遺産課。 電話、零五四二二一の三七四六番。ファックス、零五四二二一の三七五七番へどうぞ。以上、未来につなぐ静岡の自然をお伝えいたしました。新型コロナウイルス感染症について、お伝えいたします。ワクチン接種について。ワクチン接種が始まり、県新型コロナウイルス対策課や県民だよりへ。 ワクチンに関する質問を多数いただいております。その中でも多くの方が疑問、不安に思われていることに回答します。ワクチン接種を受ける際の参考にしてください。よくあるご質問。質問1。基礎疾患があります。ワクチンを接種して大丈夫ですか答え1。免疫不全のある方や病状が重い方など、接種を慎重に検討した方が良い場合があります。そのため、 まずは定期受診をしている医療機関などで、現在の病状とワクチン接種についてご相談ください。質問2。ワクチン接種した日から発熱や頭痛がしています。ワクチンの副反応と考えて良いですか答え2。発熱、頭痛、倦怠感などの症状が出た場合は、副反応と考えて良いでしょう。ただし、それらの症状が3日経っても軽くならない場合や、 咳や喉の痛み、味覚や嗅覚の消失、息切れなどの症状が加わった場合は、身近な医療機関などを受診してください。質問3、ワクチンを受けた後の発熱や痛みに対して、市販の下熱鎮痛剤を飲んでもよいですか答え3、今まで飲んだことのある市販の下熱鎮痛剤を服用してください。他の薬を服用中の方や、 病気治療中の方は、主治医や薬剤師にご相談ください。質問4。ファイザー社のワクチンとモデルナ社のワクチンには違いがありますか答え4。いずれも臨床試験で安全性を確認した上で承認され、世界各国で接種されています。接種後の軽い副反応については、症状ごとの頻度などに多少の違いが見られますが、大きな差はありません。質問5。 ワクチンを接種すればマスクをする必要がなくなりますか答え5。ワクチンを2回接種しても絶対に感染しなくなるわけではないため、接種後も基本的な感染予防対策、マスク着用、3密回避などをお願いします。ワクチンに関する情報と感染対策のポイントについては、墨地盤県民だより7面掲載のそれぞれの QR コードへどうぞ。お問い合わせは、 県新型コロナウイルス対策課、電話054-221-2218番、ファックス054-221-3716番へどうぞ。以上、新型コロナウイルス感染症についてお伝えいたしました。かわって、富士の国生き生きライフのコーナーです。今回は、富士山の自然と登山者の安全を守る、静岡県富士山エコレンジャー、 富士山の自然を守る会運営委員、福原美佐代さんをご紹介いたします。静岡県富士山エコレンジャーは、富士山の環境保全や訪れる人々にマナー啓発を行うボランティア団体。生まれも育ちも富士宮市の福原さんは、子供の頃から富士山に慣れ親しみ、現在も窓から富士山が見える家に住んでいる。数え切れないほど富士山を歩いてきたが、 富士登山の歴史や生態系など、より深い知識を求めて、富士山の自然を守る会に入会。そこで、エコレンジャーの存在を知り、2018年から活動に参加。富士山の自然を大切にしたい。登山者のお手伝いをしたいという思いで活動を続けている。趣味でも山に登り、6つある富士登山ルートは全制覇。 昨年は70日を山で過ごすという喫水の登山愛好家でもある。エコレンジャーは定期的に合同環境パトロールを行い、登山道の安全性や外来植物の調査などを行う。夏のマイカー帰省時期にはシャトルバスに同乗して、登山者にマナー啓発や自然解説も行っており、そういった触れ合いも醍醐味だという。 昨年は富士山の改ざんが見送られ残念な思いをした福原さんだが、その代わりに富士山自然休養林をくまなくパトロールできました。珍しい植生を確認するなど新たな発見もあったという。自然休養林とは森林浴やハイキングなどを楽しむために整備された森林のことで、富士山の2合目から6合目には13の散策コースが設けられている。福原さんによると、 同じ富士山でも頂上とはまた別の魅力があり、起伏も緩やかなため、高齢者や登山初心者にもおすすめだそう。登山は楽しいだけでなく危険も伴うもの。富士山の天候は変わりやすく、大雨により登山道が川のように一変することもあり注意が必要だという。登山に適した服装やルールなど、事前にしっかり情報収集してからお出かけください。 福原さんからのお願いだ。ここで生き生きメッセージです。山の中で余計なことを考えず、ただ自然を感じている時間が好きです。それだけで元気が出るし、改めて自然を守ろうという気持ちになりますね。伊豆半島や天竜川上流、志田地域の山々など、静岡県には富士山や南アルプス以外にも魅力的な山がたくさんあります。移動が制限されている今だからこそ、 ぜひ、お近くの山に登ってみてください。生き生きメッセージでした。以上、富士の国生き生きライフのコーナーでした。今度は、富士の国食の都づくり仕事人、地産地消レシピのコーナーです。今回は、三島マンゴーのカプレーゼ。恵まれた三島の富士山伏流水を使用し、 徹底した肥料、水分管理、完熟収穫による程よい酸味と濃厚な甘さが特徴の三島マンゴー。この食材を三島市川三島の小川正道さんに料理していただきました。三島マンゴー、時期は6月上旬から8月上旬です。材料2人前。三島マンゴー2分の1個。モッツァレラチーズ5 0ム 蜂蜜大さじ1。レモン汁大さじ1。エクストラバージンオリーブオイル小さじ1。黒胡椒少々。以上です。なお蜂蜜を使用しているので1歳未満の乳児には与えないでください。作り方です。所要時間はおよそ10分。1。三島マンゴーの種を取り除き皮を剥いたら、こちらピーラーでも結構です。5ミリ幅に切る。 モッツァレラチーズを5ミリ幅に切る。3.1と2を交互に重ね合わせて盛り付ける。4. ボウルに蜂蜜とレモン汁を入れ、よく混ぜたら3にかける。5. 仕上げにオリーブオイルと黒胡椒をかけ、お好みで野菜やハーブを添えれば出来上がりです。ここでポイントをご紹介します。生ハムや蒸し鶏と合わせても。 そして、マンゴーとチーズを小さめにカットして、冷やしたパスタと合わせても美味しいです。栄養価1人分。エネルギー162キロカロリー。タンパク質5 1グラム脂質7 1グラム食塩相当量0 1グラム栄養価計算、県中部健康福祉センター健康増進課。おしまいは仕事認証会です。小川正道さん。伊豆の国市生まれ。 県内外のホテルやレストラン、鮮魚店などで修行した後、2005年にビストロ川を開業。2014年に同じ三島市内に川三島を移転オープン。三島や伊豆の契約農家から仕入れた野菜を積極的に取り入れた絶品フレンチで、県内外から訪れる客をもてなしている。川三島。こちら三島市北田町、1-13。 電話番号、ファックス番号、共通で、零五五、九七二の、五零四零番です。以上、地産地消レシピのコーナーでした。次は、今月のプレゼントです。正解者の中から、抽選で二十人の方に。三島マンゴージャムと、マンゴーバタージャムをお送りします。問題です。有効提携十周年の今年は。 静岡〇〇〇,〇年2021様々なイベントを開催します。この〇〇〇〇に入るのは次のうちどれでしょうかヒントはウェブ県民代理の項目にあります。1番国際交流2番モンゴル3番富士山今月のプレゼント三島マンゴージャムとマンゴーバタージャム各1本 こちらの販売事業者は、鈴木農園、電話090-1821-8133番、ファックス零055-971-5815番です。応募方法です。クイズの答え、郵便番号、住所、氏名、年齢、性別、こちらは任意です。職業、電話番号を記入した、はがき、E メール、インターネット版県民代理の入力フォームからご応募ください。 プレゼント応募入力ホームは、住一番県民だよりの今月のプレゼントに掲載の QR コードからもアクセスできます。今月号の感想やご意見、新型コロナウイルス感染症について取り上げてほしい話題なども、ぜひお書き添えください。なお、感想はみんなの広場でご紹介する場合があります。匿名を希望される方は、匿名希望と明記してください。 個人情報は商品の発送と読者層の調査のために使用します。応募先です。はがきの場合は、郵便番号420-8691、静岡中央郵便局支所箱第1号、県民代理クイズ係まで。e メールの場合は、quiz.pref.shizuoka.lg.jp こちらへどうぞ。 応募期限は7月19日月曜日筆着です。なお当選者には7月末までに通知します。6月号の答えは2番の50でした。応募総数は1416通でした。正解者の中から15人の方におつ綱セットをお送りします。以上、今月のプレゼントでした。続いて、 皆さんからのお便りをご紹介するみんなの広場です。表紙が沼津の海と富士山など全体的に爽やかで夏感があって涼しげだと思いました。大井富士ッピーのエミリという言葉も初めて知りました。静岡市葵区岩永さん。SDGs の話題が出始めたのは嬉しいことです。一人一人が少し意識すれば誰でも取り組めますね。 私もゴミの分別を継続中です。伊藤氏、大川さん。土砂災害はいつ自分の身に起こってもおかしくない災害。コロナ禍での避難対策も家族で話し合おうと思いました。浜松市北区、鴨川さん。編集部からです。インターネット限定記事、静岡モンゴル年2021を取材しましたが、日本とモンゴルとの違いにびっくり。 いつかモンゴルの塩入りミルクティーを飲んでみたいです。以上、みんなの広場でした。変わりまして、お役立ち情報です。消費生活相談。かも、下田。電話05、055824-2299番。東部、沼津。電話05、055952-2299番。中部、静岡。 電話054-202-6006番。西部、浜松。電話053-452-2299番です。受付は月曜日から金曜日の午前9時から午後4時。ただし、鴨は午前9時から正午までと午後1時から3時までです。心の電話、電話相談。鴨地域。電話0558-23-5560番。東部地域。 電話055-922-5562番。中部地域電話054-285-5560番。西部地域電話0538-37-5560番です。受付は月曜日から金曜日の午前8時半から午前11時45分までと午後1時から午後4時半までです。県民相談、かもしもだ電話 055824-2199番。東部、沼津。電話055951-8205番。中部、静岡。電話054202-6008番。西部、浜松。電話053453-2199番です。受付は月曜日から金曜日の午前9時から午後4時。ただし、カモは午前9時から正午までと午後1時から3時までです。 労働相談。各県民生活センターで行っています。フリーダイヤル0 1 2 0の3 9 6 1 0番。固定電話のみです。受付は月曜日から金曜日、午前9時から午後4時です。認知症コールセンター、電話0545-64-9042番。受付は祝日、年末年始を除く月曜日、木曜日、土曜日の午前10時から午後3時です。 若者心の悩み相談窓口。電話0800-200-2326番。24時間受け付けます。精神科医療施設の当番病院情報。精神科救急情報センター。電話054-253-9905番。24時間受け付け。24時間子供 SOS ダイヤル。電話0 1 2 0 例の78310番24時間受付人権相談電話054-221-3330番受付は祝日年末年始を除く月曜日から金曜日の午前9時から午後4時半までです休日夜間の当番医情報静岡県救急医療情報センターフリーダイヤルで0800-222-1199番 24時間受け付けます。静岡子供救急電話相談。電話は、シャー #8000 番。または電話05、054-247-9910番。受付は、平日午後6時から翌朝8時。土曜日は午後1時から翌朝8時。休日は午前8時から翌朝8時です。DV 相談。 女性相談センター、電話054-286-9217番。受付は祝日年末年始を除く毎日午前9時から午後8時まで。性暴力相談、空。電話054-255-8710番。24時間受付ます。児童虐待相談。電話189番、いち早く。24時間受付です。6R で、 海のゴミを減らすのであるキャンペーン実施中、海のプラスチックゴミを減らすために実践している写真や宣言を応募すると、抽選で図書カード5000円分など素敵な商品が当たります。キャンペーンは9月30日木曜日まで、応募方法など詳細はホームページをご覧ください。担当者から、私もペットボトルに変えて職場に水筒を持参し、 お茶やコーヒーなど気分に合わせて楽しんでいます。皆さんのプラゴミを楽しく減らせる暮らしのアイデアもぜひ教えてください。お問い合わせは県廃棄物リサイクル課電話零五四二二一の二四二六番、マックス零五四二二一の三五五三番へどうぞ。以上お役立ち情報でした。今度は。 静岡県視覚障害者情報支援センター新刊案内です。まず、パソコン転訳図書を図書の分類ごとに、署名、関数、著者名の順にご紹介いたします。こちらはフロッピーでの貸し出しもできます。早期、本と体、3巻、高山直美。社会科学、法定通訳人、4巻、超海玉。避難所に行かない防災の教科書、4巻、西野博明。 自然科学、新型コロナとワクチン、知らないと不都合な真実、4巻、峰宗太郎、ほか、丁寧に考える新型コロナ、5巻、岩田健太郎、産業、不動産激変、3巻、牧野智弘、日本文学、一編の詩に出会った話、2巻、ピッポ、戦国の城、6巻、足部拓ほか、外国文学、 各校の歌8巻フランンシスハーディング次に、デイジー録音図書です。図書の分類ごとに、署名、録音時間、著者名の順にご紹介いたします。ご紹介するデイジー録音図書の CD の枚数はすべて1枚です。哲学、こうあるべきをやめなさい、4時間8分、和田秀樹。社会科学、乙女六方9時間14分、上谷桜、か日本文学、 ビコーズ、Because, 8時間55分、佐藤翔吾。ドテライヤツ、9、7時間53分、花と小箱。ドテライヤツ、10、7時間50分、花と小箱。カラーズ、3時間44分、モモコ。外国文学、ボバリー夫人論、47時間11分、蓮スミ彦以上です。利用申し込みは、静岡市葵区駿府町1-70。 静岡県視覚障害者情報支援センターまでどうぞ。電話054253-0228番、ファックス零0 5 4 2 5 0 0 7 6 6番です。静岡県視覚障害者情報支援センターの新館案内でした。おしまいは情報広場です。県ホームページの情報広場コーナーでも催しなどの情報を公開しています。 ここでご紹介していない情報もあります。ホームページとお伝えしている場合は、インターネット版県民だよりでホームページのご案内をしております。静岡県民だよりで検索してください。費用をお伝えしないものは原則無料です。郵便番号だけのものは所在地なしで届きます。新型コロナウイルス感染症の影響により変更の可能性があります。最新情報は各ホームページ。 問い合わせ先に確認をお願いいたします。新型コロナウイルス感染症への対策を十分に行ってからお出かけください。試験です。防衛省自衛官採用試験。1、自衛官候補生。2、一般総候補生。3、航空学生、海上自衛隊。4、航空学生、航空自衛隊。試験日、対象、受付。 志願表筆着は次の通りです。1、自衛官候補生は試験日、9月25日土曜日、26日日曜日のいずれか1日、対象は採用予定月の1日現在18歳以上33歳未満の方。受付は9月17日金曜日筆着。2、一般総候補生、試験日、 9月17日金曜日から19日日曜日のいずれか1日、なお後日2次試験があります。対象、採用予定月の1日現在、18歳以上、33歳未満の方、受付、9月6日月曜日必着。3、航空学生、海上自衛隊は、試験日、9月20日月曜日祝日、なお後日2時3次試験があります。対象、令和4年4月1日現在、 18歳以上23歳未満の方、高卒、高専3年次終了以上、見込みを含みます。受付は9月9日木曜日筆着。4の航空学生、航空自衛隊は、試験日9月20日月曜日祝日、なお、後日2時3時試験があります。対象は、令和4年4月1日現在、18歳以上21歳未満の方、 高卒、高専3年次終了以上、見込みを含みます。受付9月9日木曜日筆着です。以上です。会場は、板妻ず駐屯地など。お申し込みは、住所、氏名、電話番号、生年月日を電話で、電話申し込み後に志願表を提出。問い合わせ先となる、自衛隊静岡地方協力本部募集会をお願いします。 電話054-261-3151番。ファックス零0 5 4 2 6 1 3 1 5 3番。なお、試験情報の詳細は自衛隊静岡地方協力本部のホームページをご覧ください。次は、狩猟免許試験。網猟、罠猟、第一種重量、第二種重量。試験日は8月22日日曜日。会場は、 網漁は県立大学草薙キャンパス。罠漁は東部総合庁舎。県立大学草薙キャンパス、中園総合庁舎。第1種重量、第2種重量は富士総合庁舎、富士枝総合庁舎、北園総合庁舎です。対象は県内在住で試験日時点20歳以上の方。なお寮、網漁罠漁は18歳以上の方です。 受付は7月21日水曜日決心有効。費用は5200円。他の狩猟免許を有する方は3900円。県収入証紙。申請書は県農林事務所森林整備課、または県ホームページからどうぞ。お申し込みは必要書類を住所地を管轄する県農林事務所、なお天竜農林局を除く森林整備課へ郵送、 簡易書き留め、または直接お持ちください。なお、郵送先は県のホームページをご覧ください。お問い合わせは県自然保護課、電話054-221-2719番、ファックス054-221-3278番です。県公立大学法人事務職員総合職、試験日9月5日日曜日、採用予定日は令和4年4月1日、会場は 県立大学草薙キャンパス。募集職種と対象です。総合職、令和4年4月1日現在30歳以下の方。総合職、職務経験者、令和4年4月1日現在59歳以下の方、職務経験5年以上です。受付は7月30日金曜日決心有効。エントリーシートは県公立大学法人、こちらのホームページからどうぞ。 お申し込み、お問い合わせは、申し込み、エントリーシートを郵送、簡易書き留めで、お問い合わせ先となる、郵便番号422-8526、県公立大学法人、法人経営室、電話054-264-5206番、ファックス零0 5 4 2 6 4 5 2 0 8番、こちらへどうぞ。次は募集です。国際交流基金、日本語パートナーズ、 静岡県推薦プログラム派遣者。タイ、インドネシア、ベトナムに7ヶ月から10ヶ月派遣する日本語教育補助者を募集。なお7月6日火曜日午後4時よりオンライン説明会を開催します。県ホームページから申し込みが必要です。後日の視聴は申し込みはいりません。定員は先行で11人。受付は7月28日水曜日午後5時筆着です。 応募用紙は県ホームページからどうぞ。お申し込み、お問い合わせは、応募用紙と必要書類を郵送または直接持参で、郵便番号420-8601県地域外交課、電話054-221-3254番、ファックス054-221-2542番へどうぞ。なお、お問い合わせもこちら県地域外交課へどうぞ。 地域のお店デザイン表彰。魅力と個性に優れた店舗を募集です。受付は8月13日金曜日必着。お申し込みは、富士の国魅力ある古展ホームページの応募ホームからお願いいたします。詳しくは、県地域産業課、電話054-221-2524番、ファックス054-221-5002番へどうぞ。 第22回熟年メッセージ大会。次世代に伝えたいこと。これから挑戦したいこと。など自由なテーマでメッセージを募集。対象は、県内在住で、ご自分を熟年だと思う方。年齢制限はありません。なお、2人から5人のグループや、日本語を話せる外国の方も応募ができます。受付は8月20日金曜日、決心有効。 応募票は、静岡健康長寿財団ホームページからお取り寄せください。お申し込みは、応募票と作品を郵送で、郵便番号4200856、静岡市青池寸府町1-70、静岡健康長寿財団、電話054-253-4221番、ファックス054-253-4222番、こちらへ郵送してください。なお、お問い合わせも、 静岡健康長寿財団。こちらへどうぞ。第25回伊豆文学賞。県の魅力を全国に発信する小説、随筆、紀行文、または、小編、短編のオリジナル作品を募集。小説、随筆、紀行文部門では、最優秀賞に賞金100万円。詳しくはホームページをご覧ください。お問い合わせは、県文化政策課内、伊豆文学フェスティバル実行委員会事務局。 電話零五四二二一の三一零九番、FAX 零五四二二一の二八二七番までどうぞ。以上情報広場でした。これで今回の内容はすべておしまいです。いかがでしたでしょうか。今回のアナウンスは山室前でお送りいたしました。またお会いいたしましょう。ごきげんよう。さようなら。